moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。5月23日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。今日はね、王子から大事なお話がありますんでね、皆さんね、耳の穴かっぽじってね、聞いてくださいよ。滑り王子マスクマンでございます。はい、なんか先週暑い暑いって言ってたのに、今週急に今日寒くなってどうなってるんでしょうね。皆さん体調崩してませんか、ソニコミスキーと。いや、今日ですね、涼しいなと思った名古屋なんですけども、実はですね、先週末にですね、ダンサーズ家のエアコンが壊れてしまい、あら、頭痛いなと思ってるダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは長い。今週のテーマは長いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは中村製菓の中村さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は そしてですね、うん、いいですか。あ、いいですよ。あ、みぞちゃんから。はい、いやいやいや、滑り王子から重大発表があるということで、はい、ゲストコーナーの後に発表いたします。あ、それが痛かったのね。そう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 、はい、あ、まあまあさっき言ってたけどね。うん、はい、はい、この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレイナさん、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キユナ名古屋。
これは先週のですね、はい、体力で来ています。岐阜の9人のバーバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は子どもの頃から食が細くて体力がないんです。それでも岐阜に引っ越してくる前は沖縄で数多くのマラソン大会にエントリーしていました。フルマラソンにエントリーしても毎回ハーフで終わってしまうんです。家族からは食べないから体力がないんだよなんて注意されてましたけどね。特に年を取ってきて体力なくなってきてるので、たくさん食べてトレーニングして体力つけないとと、最近思っているバーバです。ありがとうございます。そうですね、たくさん食べてね、たくさん運動するとね、まあいろんな意味で筋肉がついたりですね、体も、シェイプアップされてね、いい体になるっていうねこともございますのでね、これからも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ジェニガタ警部さんからです。はい、先週のテーマ体力で、今年初めから健康のためと12月に開催される予定の那覇マラソンに出動し、3回目で人生初の完走を目指すために5日ジョギングして1日休むの繰り返しで体力作りをやっています。過去2回那覇マラソンに参加しましたが、いずれも完走できずに終わったので、今年の夏には那覇マラソン参加の募集があるので必ずエントリーして完走を目指すために確実に体力をつけていきます。1日30分以上ジョギングすることを必ずやることを頭に入れていますが、昼夜仕事をしていることが多いため時には心身ともにきつく5日連続走ることが容易でなかったり、30分以上走れず短めの時間で走ることはありますけれども、それでもやるという気持ちを持って走っていますということです。すごい、すごい。あの王子もね、こうシェイプアップのためにね、こう寝る前にちょっとしたこの軽い運動をねやらなきゃいけないと思ってるんですけども、やっぱりね三日坊主なんですよね。なかなか続けるって難しいですよね。難しいんです、やろうと思ってもその前に寝ちゃいますからね。ねえ、やっぱりね、ちょっと日々の疲れもありますからね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、はい、お読みしたいと思います。はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。長いと聞いて浮かんだのが松山千春の長い夜、王子のカラオケのお箱でしょうか。重大発表気になりますね。あのね、これちょっとで、ね、読んだ時に、はいはい、本当に王子ね、この松山千春さんの長い夜ね、もう何十年か前かな、若い頃すごく歌ってたんです。聞いたことありますよ、ね。はい、でだからね、びっくりしたもの、あのプライベートジェットさん、あのもしかしたら若い時の王子見かけちゃった、おだまり。いや本当にそれぐらい、もうドンピシャで当たりましたんで、最近は歌ってないですけどもね、びっくりしましたもん、このねメール見た時にどっかで見てたのかなと思ってね、こっちが気になっちゃいますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ヤンバル東村からヤンポーです。長いというとまつげですかね。昔からまつげが長いと女子から羨ましがられていました。これがいいことなのかな、正直わかりませんけど、ということで、いや羨ましいです。まつげがね、貧相なので長いの羨ましいです。クリン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 するあれだね。こうあのこうまつげをこうね、ビューラーでやってくるんとなるの憧れるんですけど、残念ながらくるんとなるまつげないんですよね。あ、でもあのまつげもあれ、あの若い時に比べて、こう年齢を重ねるとこうなんていうの、こう薄いって言い方変ですけど、あ、減るってこと、とかこう腰がなくなるっていうのかな。もともとね少ないんでね、もう増えようも減りようもないですね。王子は結構ふさふさしてるからちょっと羨ましいな。でしょ、ここに、あの顔が濃いですよね。濃いですね、ちらちらしてます ね、 ですね、いやまつげ分けてほしいな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、これ読んでもいいのかなっていう内容なんですけども、読んじゃいます、はい。ダンサーサミスさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ長い、嫁のトイレが長くて何度もバルさんで炙り出してやろうと思いました。バルさんじゃちょっと、びっくりするよ、どんだけ長いのかというと、映画一本を見るぐらい実際に見てるのかな。何してるんだろう。すごいですね、
あ、少年時代の王子は床屋の待合に置かれていた永井豪先生のエッチな漫画で鼻の下を20センチぐらい伸ばしたんでしょうか。あ、王子ね、そうじゃなくてまた違うとこが長くなってましたね。おだまり、まあ、俗に言うあのリトル、ね、あのプリンスっていう、おだまり、うん、なんか笑った。だってさ、はい、ということでですね、はい、ゲストコーナー、はい、あれもうゲストコーナー行っちゃった、はい、中村聖華さん登場です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓、よろしくお願いいたします。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐっしゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐっしゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は首里、那覇市首里にあります中村聖華さんになります。こんばんは。梅雨にしたけど、梅雨入り前にあんまり雨降らなかったけど、今年のダム大丈夫やみで心配してる沖縄県から中村聖華、中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今電話が混線したんかなっていう思いましてびっくりしました。すいません。だってね、あのみんなでね、顔をね見合わせましたよ今。いやいやいや、どうもご無沙汰しております。どうもお久しぶりです。いや、なんかですね、梅雨入り、沖縄も梅雨入りしたということで、何かあのお菓子関係の方の方でも何か変化などってございましたか？まあ、あまりね、梅雨入りはそんなに関係ないっちゃ関係ないんですけど、はい、沖縄のお菓子って結構こう乾燥したものが多いのって分かりますかね？ああ、うん、そうですね、あのチンスコとかサーターアンダギーとか。そうですよね。そうそう、はい、このお菓子の状態の口が乾くみたいな、パサパサするっていう表現でチーチーカーカーっていう言葉があるんですけども、はい、まあ僕らの世代だと、もうこのチチイカカって言葉はあんまり良くない、ネガティブな言葉に捉えられてることが多いんですけど、はい、よくよく考えてみると、おじいおばはこれすごいポジティブな意味で使ってるなってことに最近気づきまして、はい、タノハクルとか、うちでも売ってますコンペンとか語るときって、はい、美味しくないって話はしないんですよ。
あの、うん、タナハクル美味しくないよとかコンペン美味しくないよって話はしないんですよ。美味しいお菓子だよって話はするんですけど、じゃあコンペンってどんな味、タナハクルってどんな味って言ったらチチカカするってみんな答えるんですね。うん、ってことはですよ、この口の中が乾くっていうひどく不快に感じそうな言葉を、はい、もしかしたら沖縄とてもポジティブに使ってるんじゃないかっていうか、うん、これ結構面白い文化なんじゃないかなって気づきまして。はあ、その私チチカカちょっと別の意味でありまして、はい、隣の男のねトークでね口の中が乾くんですよね。ああ、僕も今緊張で書いてますちなみに。うん、もうこの男が何か言うんではないかと思ってヒヤヒヤするので、もうなんか水分、体内の水分がね奪われちゃうなと。そんな、ああ、わかります。で、多分ですね、私と皆さんはもうね、あの今もう重大発表ってなんだろうってもうみんな知事書かしてると思うんで。まあそのですね、同じようにチチカカしてるんではないかというものに変わりますので、はい、あ、はい、ご無沙汰しております、みそにこみすきです。こんばんは、お久しぶりです。ご無沙汰しております。いや、この前は誕生日ケーキをね、注文して作っていただきまして、美味しく、その誕生日の当事者の方と美味しく祝って楽しく食べましたけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんね、琉球昔ながらの首里の伝統のお菓子もありますけれども、ケーキもあるということでね、中村製菓さんのね、はい、この幅の広さというかね、お菓子の奥の深さというか感じますけれども、先ほど話題に出ましたコンペンですけれども、はい、ね、確かにちいちカーカーしますけど、本当に美味しいお菓子ですよね。そうなんですよ。不思議なんですよね。はい、やはり全国で聞いていますので、この番組もその、はい、コンペンとは何かというのをちょっと説明していただけたらと思います。ちょっとですね、これが、はい、ほら沖縄って歴史にうるさいくせに歴史にルーズなとこがあるので、諸説あるんですけど、はい、僕が聞いた話になるんですけど、いいですかね。はい、昔中国と交易が盛んだった頃に、うん、いろいろ作り方だったりが伝わってきて、日持ちがして、で焼き菓子で、で王様への献上品だったのかなって話を、まあ、これじじちゃんが言ってたんでちょっと怪しいんですけど、その献上品としてされてたお菓子として、卵と小麦粉で作った皮の、結構ねカチッとした皮に中にごまのあんこが入ってるんですよ。ごまをペーストにしたあんこが入ってて、はい、でね、はい、昔は今コンペンってお菓子があったとして、はい、だいたいそうですね、厚さが2センチぐらいなんですけど、今お店で買うとだいたいこの中の1センチぐらいはあんこなんですね。うん、ただ昔もともとあったのは5ミリぐらいなんですよ、あんこが。じゃあ今の方があんこは多いということですね。そうですね、これはもうチチカカに対抗してるんだろうなって僕の中で思ってるんですけどなるほど。昔はごまのみを使ってたんで、ごまって結構高かったんで、あんまり入れられなかったんですよ。でそれがちょっといろんなお菓子屋さんたちが工夫して、あ、ピーナッツ入れたら似たような感じでかさ増しができるんじゃない、あんこに厚みが出せるんじゃないってことで、今はピーナッツが入ったりピーナッツバターが入ったりで結構あんこの量が増えてるんですね。ああ、なるほど。なので、ね、お店によっては塩辛が、うん、塩味があったり、うん、でお店によっては甘みが強かったりごまの香りが強かったりって結構多種多様にわたるお菓子で、食べ比べるのが結構楽しいお菓子の一つかなって僕は思ってます。そうですね、お店によって結構個性があるお菓子ですよね。はい、うん、そしてですね、隣のね、もう喋りたくて仕方がない人がね、ちょっとスマッシュ顔してるのでスマッシュ顔こんばんは、王子でございます。お久しぶりでございま す。まあ、王子はですね、喋、はい、りすぎてチーチーカーカーってことでございますが、今度は喋りすぎちゃっててね、ただね、先ほどもお話にありましたけども、まあ保存食のようにこう長くこう、ね、パサパサしたようなお菓子だとこう、日持ちがするってことなんでしょうね。はいはいはい、うん、で、まあ、王子の場合ですね、賞味期限がやけに短いって言われてますので、うん、この回喋ったらもうすぐにもう、ね、なんていうの、こうペースダウンっていうのかな、パワーダウンっていうのかな、
うん、しちゃいますんで、滑ってます、うん、そこら辺が大きい違いがございますね。王子滑ってます。これですね、王子さんはあの短距離ランナーなんですね。そうなんです、うん、持久力は全然ございませんよ。ただね、あのこう喋ることに関しては結構ね、こうあのゲストの方とお話してるんですけども、あの、はい、持久力があるみたいで、ね、あの、うん、あの喋り足りないってことはよくありますので、あ、うん、でまたね、あの中村聖華さんにねお邪魔した時にちょっと王子もこうね、なんかこう注入していただいてね、長持ちするように、ね、ちょっとしていただきたいなと思います ね、うん、そうね、体的に、はい、あのツイキャスで岐阜の9人のバーバーさんがしりまんじゅう食べたいですってツイキャスでいただいております。 ありがとうございます。ぜひですね、ちょっとあの、うん、せっかくしりまんじゅう食べたいというお話もありますので、うん、中村聖華さん、すみませんけども、場所やあと、ね、でお電話番号とお話しいただけますでしょうか。あ、はい、ですね、場所が那覇市首里鳥堀町 1-24-1 って言ってもちょっと分かりにくいと思うんですけど、琉球銀行首里支店さんの向かいですね。わかりやすい、はい、多分これが一番分かりやすいと思うんですけど、問題は琉球銀行首里支店さんもちょっと今奥まってて難しいっていう、ちょっとごめんなさいねっていう位置にあるんですけど、あ、そうですね、ちょっと表通りから一本入ったところに、ね、あの今だと本当スマホの地図とかカーナビとかで琉球首里支店って打てば多分うちに行けると思うんで、はい、なるほど、はい、もう中村さんから打ってよって話なんですけど、琉球首里で、はい、もう検索していただければ分かると思いますので、はい、お電話番号を教えていただけますか。はい、098-884-5901 で朝9時から今夜7時まで営業しております。はい、はい、ぜひですね、琉銀首里支店 の目の前にあります、はい、あの中村聖華さん、あのギネスさんから鳥堀交差点のどこだっけってありますけども、あの琉銀の首里支店で、はい、あの検索していただければすぐ出てきますので、ぜひ皆様お越しいただければと思います。はい、はい、ということで、中村さん、お時間になりました。あらー、はい、またです、また私は沖縄お邪魔した時ぜひあの首里まんじゅう買いに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本日の、はい、本日のゲストは、那覇市首里にあります中村聖華の中村さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでですね、はい、はい、王子から重大発表ということで、そうなんです、はい、ちょっとこれを流しますね。なんかデパートの案内みたい。はい、はい、王子のね、この重大発表ねいたしますよ。私滑り王子マスクマンは旧名古屋を6月より放送時間を1時間に拡大させましたので、ここにご報告させていただきます。6月からの旧名古屋は放送および放送時間が毎週火曜日22時から22時56分までとなります。放送時間拡大に伴い、旧名古屋アカウントでツイキャス配信していたアフタートークは5月30日で終了させていただきます。6月からアップグレードする旧名古屋をこれからもお聞きくださいますようお願い申し上げます。みんな聞こえましたか。素晴らしいことですよね。1時間1時間にしたんですか。はい、大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。うち番組予算限られてて、うん、FM ギアンにお金払えるかな。うん、大丈夫。本当大丈夫。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 あのね、誰が出すの、うん、これはあなた、はい、プロデューサー的な、ね、あの立場に、ね、はい、いらっしゃるね、はい、まあ、あのダンサーズがね、どっか違うところからね、
うん、引っ張り出すんじゃないかなと思いながら、埼玉の郷さんが王子が払うからって、はい、うん、そう王子が負担していただけるという、あの王子ね、はい、多分通貨が違うからね、多分受け付けられないんだよね独自通貨があるそう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 、うん、ね、お金見せたらこれ使えませんっていうもしかしたら子供銀行って言われそうそんな具合ですからね。ただ本当にね、皆さんね、はい、1時間になりますので、はい、はい、ね、今後ともよろしくお願いいたします。みんな聞いてくださいね、はい、今ですね、ヤンポさん、王子が払うに決まってるさ、そうだよね、タカボさん、深夜もアルバイトなさるのって、あ、闇バイトギネスさんが王子が闇バイトって、うん、闇バイト、 あのね味覚ゼロさんがね、壊れかけどうなるのって、壊れかけさんは、ね、放送曜日と時間移動ですよね、 月曜日にね、月曜日の夜10時に移動されますので、うん、はい、で私たちがその小林さんの後を継ぎさせていただいて1時間やるということで、ね、うん、よかったんですか、王子、大丈夫なんですか、小林のラジオさんの分の30分、うん、貴重な30分ですね、あ、大丈夫、いただくので、うん、大丈夫、本当に、うん、もしね、そこ の枠で1時間に拡大して薄い内容だったら怒るよ、大丈夫ですよ、みそちゃん、ね、はい、そこにね、うん、毎週ね、滑りないとぶっ込むから、しんちゃん、浦添のしんちゃんさんが素晴らしい、放送時間が伸びたんだね、滑り王子の滑りが続くんだっていう顔のマークがちょっと微妙、だから滑ってないって、ね、坂健さんがでもおめでとうございますって素直にありがとうございますありがとうございます、本当にね、いつもね、なぜね、王子がね、これね、長くしたかと言いますと、今もね、お気になったように、ゲストの方とのね、トークがね、もう最近王子ね、やけに短いんですよね、あ、確かに、うん、バーモントさん、マスクマンさん、営業のために出るんですねって、あんつまさんはカニ漁に行かないとだねって、カニ漁なんだ、儲かるかな、遠洋漁業ですね、これ違う意味で働かされてるっていうそういうパターンだよね、はい、ね、ということで、じゃあおまけのコーナーは今日はありますよね、もちろん ありますね、はい、はい、じゃあ、エンディングですかね、そうです、エンディングですね、はい、来週のテーマは時間、来週のテーマは時間になります。朝は時間がない、時間を伸ばしたとか、時間のメッセージお待ちしております。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋アスタトッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。